はい、じゃあ後日談1日目締めくくりはどこに行こうかね。やっぱさ、町に藤くんがいるのならここに行くべきなんじゃないの。ああ、あそこに面白いぬいぐるみ発見。雑貨屋さんかな。行ってみようよ。めちゃくちゃ走ってる音聞こえたけど、中学生が走り回んないでほしいな、ショッピングモールで。ああ、走っていなくなった。待ってくださいよ、エイチ先輩。ほら、お前も行くぞ。リョーマすごい目で見てるじゃん。ぬいぐるみって俺別に興味ない。マジ？いいから来いって。リョーマぬいぐるみ興味ないんだ。モモ先輩、痛いっす。ぬいぐるみはいいぞ、マジで。なあ、お前たち他のお客さんに迷惑をかけるんじゃないぞ。そうだそうだ、その通りだ。みんな元気だな。元気かもしれんけど、エイジやモモたちにかかればショッピングモールもまるで遊園地のようだね。確かにな。合宿で練習漬けだからな、たまにはみんな発散したいんだろう。え、何、全員で来てんの？ああ、息抜きも時には必要だ。カイドウも気になるものがあれば見に行っていいぞ。カイドウ、うす、菊丸先輩、面白いぬいぐるみってそれっすか？どんななんだろう。そうだよ、モフモフの謎の生物、ちょっと可愛くない？ああ、そういう系か。そうっすね。先輩相手に無理してるな、カイドウ。これが可愛いのか。まあでもカイドウは可愛いと思う心が、いや、ないわけではないか。けどそろそろ疲れてきたにゃ。自由人すぎる。結構歩いたもんね。少し休憩しよっか。菊丸は走り回ってたけどね。そうだね。あっちにドリンクスタンドがあるみたいだよ、行ってみよう。ドリンクスタンド、何それ、立ち飲み屋ってこと？さあみんな、どれにする？俺はオレンジジュースにしようかな。あー、梅田かどっかにミックスジュースを100円で飲めるところがあったような気がするけど、そういう雰囲気のとこかな。僕はリンゴジュースにするよ。激辛の？俺グレープで。炭酸の？じゃあ俺は 100% 白桃ジュース。なんじゃそりゃ。それは俺もめちゃくちゃ飲みたいな。どこにあるんだ？の？俺のこと呼んだか？なわけねえだろ、下がってろ。ああ、俺は桃は桃でも白桃って言ったんだよ。てめえは関係ねえ、引っ込んでろ。そうだそうだ、引っ込んでろ。まあまあ。白桃 100% なんてね、味わいたいに決まってますからね。くー、このジュースうめえ。ももは何のジュースを飲んだんですかね。このミックスジュースはバナナの配合が控えめでキウイが入っているのか。なるほど。あ、ちゃんと美味しいジュースからもデータ取ってるんだ。ならなんでいつもああいう風になるんだろうな。他のフルーツも入ってるのか。なんか不満ですか？どうしたんだ、藤。リンゴジュース新鮮で美味しいんだけど、多分イチゴやオレンジが混ざってるみたいなんだ。不満そうだね。いらないか。僕はリンゴだけ味わいたいんだ、イチゴやオレンジなんか混ぜてくるんじゃねえよクソが、とか思ってんのかな。なるほど、果汁 100% ジュースとは書いていなかったしな。100% は白桃だけみたいっすね。なるほどね。まあ、果汁 100% って書いてあったとしても、いちごの果汁込みとかで 100% っていう可能性もあるからね。うん、美味しいのは美味しいんだけどね、やっぱりリンゴジュースは果汁 100% がいいな。あ、やっぱそうなんだ。いちごやオレンジなんか入れてくんじゃねえよこの邪道が、とか思ってたんだ。だったら僕はこれに唐辛子をかけるね、みたいな感じなのかな。あ、夜っていうくくりもあるじゃん。じゃあまだ締めくくりじゃなかったね。ここ多すぎない？合宿所屋外ってのもあんだ。誰も選べねえじゃねえか。よし、じゃあ橘吉平さん行ってみるかな。
ダメだな。やっぱり何か作ってくるか。なんだ、腹でも減ったか。腹減って寝れねえ、ダメだみたいな、そういうことかな。ん、どこ行くの橘くん。お、戦国。キッチンへ行こうと思ってな、小腹が減ってしまって。あ、本当にそうみたい。わかる、俺もだよ。この時間ってどうしてかお腹減るんだよね。どの時間なのかちょっと気になるな。夕飯後かな。わしもや、昼間行さん運動しとるせいかの。夕飯の後かな。二人もだったか。真田は、真田は腹が多少減ってなかったとしてもなんか食べそうだよな。食うこともこれまた訓練なりみたいな。ん、まあそうだな、正直空いている。あ、そうなの。なら3人の分も一緒に作ってくるよ。少し待っててくれ。偉すぎー、立花マジで。ルームシェアしたい王子様ランキングナンバーワンなんじゃね、もしかして。いなくなっちゃった。お待たせ。本当に簡単なもので悪いんだが。え、誰も手伝いに行かなかったの。俺も行くよとかなかった。ささみと葉野菜の春雨スープだ。すごいね。中3が。夜も遅いし消化のいいものをと思ってな。やっぱ寝る前なんだ、いいね。ほう、この短時間に大したもんやな。いいな、そういう感じ。気を使わせてしまってすまんな。いや、青春だ。気にするな、さ、遠慮せず食べてくれ。いや、なんかいいね、この部屋雰囲気いいな。じゃ、いただきます。おお、これはうまい。あっさりとしとって食べやすいな。この部屋の雰囲気妙に落ち着いててなんかいいな。そうだな、だが。だが物足りないか。なんだ真田、気にせず言ってくれ。どうした、あれ、さっきこいつ申し訳ないみたいなこと言ってなかったっけ。のわりにはなんか言うね。味は良いが、もう少し満腹感のあるものを食べたいところだと思ってな。ズバッと言うね。なるほど、満腹感か。戦国はどうだ。作ってもらっておいて。俺はもう少し濃い味付けのが好みかもな。なんて。味、量よりもそっちの方がちょっと嫌じゃない、なんか言われたくなくない。そっか、いや、もうちょっといっぱい食べたかったんだねは まだギリさ、しょうがないじゃん。でも味は味はさ、まあいいや。銀さんは、そうか、味付けが3人のリクエストに応えるには。銀さんは何も言ってねえよ。何よ、考え込んでしもたの。ほら、真田戦国がそういうこと言うから。やはりいろいろ言い過ぎたか。いろいろというか、一個がドストレートなんよ。せっかく作ってきてくれたのに変なこと言ってごめんね。そうだぞ、うん、いや、汚い意見を聞かせてもらえてよかったよ。汚い、参考になる。汚いという語彙、中3にあらず。立花班は大人やな。まあでもみんな気使ってくれるからな、不動明だと。多分イブも神尾も気を使っているんだろうみたいな感じがして、逆にこういう風にいろいろ言ってくれる方が楽だったりするのかな、もしかして。そんなことはないさ、次こそはもっと満足させられるものを作ってみせるぞ。おお、橘の料理の向上心レベルが上がっていく。